はい、ファイアーエンブレムか雪月、続きからやっていきたいと思います。9日だったよね、前回終わった時がね。そこから、出撃したり、ちょっとなんだろう、みんなでご飯食べまくったりっていう、まあちょっと普通に過ごしまして、でも今装備的にもみんなの武器もチェックしたし、大丈夫じゃないかなと。なんで最後は休んであげて行きましょう。うん、なんだろう、マリアナさんはちょっとレベル低いけど、それ以外のみんなそこそこ上がったんじゃないかなって。すまんな、これ以上一緒にいてやれそうにない。いつかお前にも大切な人ができたら、この指輪を送ってやるといい。渡したいんだけど、渡せる、渡せるよ。これってどういうあれなんだろう。やっぱ親密度だよね。望みますか？望む。どうなるの？いいのかな？とりあえず進軍します。ホドラ解放戦。でも水晶レベル42ってさ、あれだね、普通に出てたミッションよりは全然楽なのかな。いやでも楽ではないよね。炎の紋章を掲げた軍勢がシャンバラ方面より周辺都市を攻撃しながら西進、ガルグマクに迫る。レアは敵将が古の邪王ネメシスだと断定。フォドラの血塗られた歴史に終止符を打つため、同盟軍は最後の戦いに臨む。いやもう絶対勝とう。なんかさ、ネメシスだかなんだか知らないけど、ちょっとそのパッと出てこられてもねっていう。いやまあ別にポットでの人ではないけど、ずっとね、だってお話上名前はあったからね。さてどうするよ兄弟。いやもう通しますよ。だよな、もちろん俺も行くぜ。みんなはどうする？敵は伝説級の化け物、例によって勝てる保証は欠片もないが。愚問だなクロード、僕は父の無念を晴らさねば。無念って、あんたのお父さん戦う前に逃げ出したって話じゃない。返す言葉もないが、ならばなおさら着地の僕まで逃げ出すわけにいくか。私だって兄さんを傷つけたあいつに仕返しをしてやらないと。絶対に許さないんだから。すごい、ヒルダさんが本気だ。私も最後まで戦います。フォドラの未来を守りたいから。ああ、私もリシティアと同じ気持ちだよ。ここで抜けたら師匠の弟子失格だ。師匠から学んだ全てをぶつけてやるさ。私も私の全部をぶつけます。私をここまで強くしてくれた先生やクロードさんや皆さんのために。おでもやるぞ。勝ったら肉の宴だ。これで本当に最後の戦いですよね。もう聞くまでもないですよクロード君。ああ分かってるよイグナーツ、一応けじめとして聞いてみただけさ。この子らも頼もしくなったもんだ先生。よく鍛えてくれたもんだよ。さてそろそろネメシスさんとやらが到着する頃合いだ。準備はいいね。ついに来やがったか。いやマジ誰も死なせない。ああ必ずみんなで生き残ろう。死に損ないの解放をぶっ倒して嘘だらけの歴史にケリをつけてやろう。その先にはもう俺たちを縛るものは何もない。まっさらな時代が始まるんだ。行こうぜ兄弟。
フォドラの夜明けが俺たちを待ってる。いいよ、熱いよ、ちょっと。なんだろう、もうだってさ、負ける感じは一切ないよね。もうなんかこう流れ的にも、悪いけど。まあクロードくんか、そうだね、やっぱ先生で決めたいよね最後は。あのおじいちゃんを倒すのがずっとおじいちゃんだよね敵ね。なんだろう、レア様はさ、すごいビジュアルちゃんとしてらっしゃるのにね。12人出れます。まあどうしようフレンいる？ちょっと待ってよ、多くね変なのがいっぱいいるわ。うん、すっごいいるね。待って、レベル60強っ。ゼック相手もあるけど、もういいや、そんな気にしない。めっちゃあるね、アイテムね。なるほどね。敵がめっちゃ多いので、確かに回復は多いに越したことはないけど、フレンって、待って。あ、どうしようかな。フレン入れた方がいいかな。チリル君とドロテアさんだとどっちがいいだろう。まあ、魔法キャラ少ないからドロテアさんにするか。ちょっと待ってよ。だから そうだよね、ドロテアさん。うわ、悩むでもレベルで言ったら圧倒的にチリル君の方が上だよね。あ、どうしよう。あ、どうしよう。え、どうしよう。でも最後ぐらいやっぱチリル君使いたい。うん、使おう。チリル君は使う。で、フレン出すんだったら、ドロテアさん。でもやっぱドロテアさん私につけるか。それしかないよね。なぜかイグナーツクについてるけど、まあいいでしょう。で、向こうからも敵が来るから、おでで立ち向かえばいいから。で、いや、回復3人いらないな冷静になるわ。ちょっと待って、回復3人いらない。フレンやめて、ドロテアさん出して、めっちゃ頑張ってもらうのは多分おでだから、こうかな。で、うわ、ちょっと悩んじゃうね。最後ってすごい悩むよね。待って、ここにこれあるよ、ユナツくん。あ、でも使わなくてもいける。いや、でもあれ、ああいうのいるしね。そうだね。チリル君があれ行けばいいんだ。そうそうそう、そういうことだ。こんな感じでどうでしょう。ネメシスさんがおいでなすったか。従えてる兵も予想以上の数だな、こりゃ。ねえ、あそこに沼なんかあったっけ。しかもなんか様子がおかしいような。亡者どもが勝手な真似を。気をつけよ。その水は聖者には毒となる。あの沼、俺たちは近づかない方が良さそうだな。注意して戦おう。なるほどね、入っちゃダメなんだ。あ、なんかすごい歌が流れてる。
あ、だからこれがあるんだ。これで行けよってことね、そっちに。なるほどね。どっちにしろネメシスのとこに行こうと思ったら、ここを通らなきゃいけないってことね。なんでこの人こんななんか壁みたいなのついてんの、ずるくない気に入らないわ。早く進みましょうよ。思ったより火力出ないね。チリル君にはここにいてもらって、みんなでチリル君をある程度守りましょう。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。ちょっと待って、めっちゃ狙われるね、怖っ。さあ急ぎましょう。あ、リシテアさん、最上級職にしました。なんだかんだやっぱ一番活躍してくれるかなと思いまして、あと 100% だったのだからわ、怖え。早く指示してくれ。突っ込ませんのが怖すぎて。俺に任せてくれよ。俺パンチ。悪いけど止まれねえんだ。落ち着いていきましょう。26、まあ、与えるだけ与えとこうか。何もしないよりマシよね。あいつ強そうじゃない。行きますか。こいつ強そう。潰すね。え、何？よし。オッケー。こいつらネメシスと何らかの窓でつながっているような。もしかしてネメシスを守るよ。なるほどね。魔法なんでしょうか。正体はわからないが、ネメシスより先に配下の10人の将を倒した方がいいな。ネメシスに従う将はあと9人か。倒したこいつを含めると10人。まさかこいつらフォダの。そういうこと。いやいや、まさかな。理解しました。切り込むぞ。いや怖えな、突っ込ませるの。さすがに怖いよね。誰で落としに行く。あれ突っ込む勇気のある人が。顔になんかつけてるじゃん、あれ顔色悪く見えるからやめた方がいいよね。なんかダサって感じ。ユガちゃんな、ユガちゃんこっちの方行こうか、とりあえず。で、あと何度戦えばいいのかしら。やってみます。戦場を広く。一人は荷が重いかな、さすがにな。ついてってあげようか。うん、ええ、任せてちょうだい。うん、怖い。邪魔をするな。あいつがネメシスか。おどろおどろしいじいさんだな、おい。我が行く手を阻む者どもを残らず殺せ。お、クロード君、気をつけろ。敵が向かってくるぞ。ちょっとキモいわね。うえ、回復が多い。
え、みんな回復するの？それはちょっとだるいわね。うわ、うざ。なるほどね、普通に鬱陶しいわね。でも一気に片付けないとダメね。分かった、 OKOK、 いけるいける。でも突っ込んできてほしい、ほんと。そんなのいたの？ナイス。行くぞ、次だ。フェリックス君、仕事ができるね。より強く。行った。悪いね。あ、弓だから。ちょっとあの魔法の人怖え。あの魔法の人先に落とす。1、くそ、1か。結構でも広範囲だね。おめでとう、おめでとうとか言ってる場合じゃないのよ。でもこれが宿命だ。一体バイバイでしょ。で、こいつ倒したいな。こいつ届かないの腹立たしいな。やっちゃって。行かなくなったけどさ、リヒテアさん。あ、待って、そこ出ちゃうの？大丈夫？狙われない？違う。よし。師匠、見ててくれたかな？届く。見て、ドロテアさんの杖がなんかすごい色。イグナーツクニャニが重いよな、どうしよう。でこっちね、とりあえず。この筋肉に勝てるわけねえだろ。もっと強く。クレーンがいるからある程度は大丈夫だと思うのよ。ある程度はね。皆を導かなくても。よし、50です。ついに50歳。ごめん、はい、落としてもらえる？あ、動いちゃった。まあいいよね、動いても別に。敵来るかな。いや、行かせねえよっていう。あ、待って、この人、あ、まあどうしよう。そっちイグナーツくんで落とすわ。勝利をめがく。逃がすわけにはいかないんです。冴えているね、冴えているね。で、とりあえずこ、誰や、誰がドロテアさんを狙っとるんや。やめろ、本当に。いや、まだ
ならいいでしょ回復さすがに。あー怖ーい。うー最低。ほんと後悔なさい。危ねえ。あ無駄だ。あよかった。めっちゃおるやん。早く流星ちょっとやってみたい。流星もうダメなんだ。強おでパンチ。悪いけど止まれねえんだ。いやおでマジ仕事しすぎ。ね一人で頑張りすぎよ。先生どうするよ。だって水入っちゃダメなんでしょう。水入んなくてもでもいろいろいけるか。そうだね。こちらに行っていただいて、どうしよう。動きづらいよねここね。なんか知らないけど。ナイスだよ、うん、これはもう落とせたな、うん、こいつは落とせたよ。待ってでも違う。こいついやこいつ倒す。倒しきれない。倒しきる方法はないと。なるほどね、うん、行こうか、うん。これは時間かかりそうですね。うん、仕方ないですよ。うわ、何あそこ落としに行った方がいいの？これどうやって行けばいいの？飛べる人？待って、でも弓がいるんだよ、ここに。弓がいるからさ。いや、それ冷静にはクロード君が行った方がいいね、決まってるんだけど。それ決まってんのよ。ちょっと残るし。あ、いける。よし、一体終わった。慎重に進みましょう。一回待機。すみません。問題こっからですよ。あんま出しすぎるとやっぱな。やっぱクロード君が突っ込むしかないと思うよ。こっちも必死なんだね。浮いてるから大丈夫だよね、うん、浮いてるからね。ドロテアさんは前に行きましょう。はい、何それ。あ、落とせる。やっぱかっこいいねクロード君はね。うん、足踏みしてる暇はないってのに。最後クロード君に指を渡せるのかな。うわ最低。最低本当。甘いだろ。このちょっと待ってよ。行くぞ次だ。あナイス。自力の回復で全然いけるね。
攻撃？意外と当たるね。でもこれ1回しか使えないんだよな。もうあと理解が深まると射程がプラス1されましたよ、このタイミングで。 ありがたいよね、うん、危なくない？さすがに死ぬと思う。自分で回復をしよう、めっちゃ痛っびっくりするわ。くそ、とりあえずコード君で落としたいのがこいつなのよ。下手すりゃ死ぬな、うん。で、ここって回復あったりする？飛行以外は回収、あ、飛行以外なんだよな、でもな。で、あ、そうだよ、どうする？ゼリル君。もう届く範囲に敵がいない？行こう。しょうがない。誰かが狙ってくるのよね。違う、クロード君、はい。え、待って、マリアンヌさん？びっくりした、マリアンヌさんの汚い水の中入ったってのかと思った。入ってないよね。ちょっとビビらせないでよ。はい。これはじゃあここ行こう、うん。やだね、こんなとこ行くのね。先生はこっちでいいのかどうかね。ここって水入ってることなのかな、どうなんだろう。ユラちゃん、まあ15ならいいや。あかん、ちょっと待って調子乗んなよって感じ。みんなヒルダちゃんを狙うんだから。性格悪いわ本当。とりあえずこいつ倒そう。倒せない。あ、待って、剣壊れる王道君、とりあえずこいつを HP48 でしょ。すべくして勝った。それだけさ。でですよ。なんか変なのがこっち来てるから倒します。これ石手屋さん強いね、やっぱね。なんかちょ、泥手屋さんかすんでしまうわっていう。こいつ、勝ったな。よし、もっと次だ。できそうだな。よし、これでもう魔獣は呼び込めないな。ついでに部下の連中も消え失せてくれたか。
へえ、消えるんだ。なるほど。じゃあどんどん行くよ。セリブ君が置いてかれちゃう。てかイグナーツ君だよ、一番置いてかれてる。イグナちゃんを回復してください。ありがとう。おめでとうございます。少し強くなれました。ね、ゴールが見えないのよ私この。あ、宝箱の鍵持ってないな。持ってないわ。何なの、ヒロダちゃんのこと好きすぎじゃない？髪がピンクだから。悪夢かな。これやっぱ壊れちゃった。待って、壊れてんの私剣。やめて、ほんと待って、とりあえず倒すわ。天帝か、このベガルタの剣、ベガルタの剣でいく。あ、勇者の剣買ったのに持たせるの忘れた、ショック。まあいっか、俺はねさっさと行くしかないと思う。え、これ届くよね。行かせたのはいいけど。悪いな。でちょっと俺もピンチになってきてるからね、助けに行かないといけないんだけどね、誰かが。そう、誰かが、うん。待って、でも結構来たよ。もう待って、ここでしょ。あ、結構進んできたね、こう思うと。ちょっと来いよって感じ。あ、クロード君で助けに行けるわ。勇者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 全然効かない。なぜ？恨めばいいさ。ナイスです、うん。S になったよ。S プラスだ。S プラス。この完成度なら策に活かせそう。結構ね S プラスになった子たちも多いのよ割と。で、先生動いた後だもんね。6。これで落とせる。はい、え、嘘。なんか謎の盾持ってる。ずるい、嫌いです。くそ。チョコサイナ。ローレンツおめでとう。なんか最後、そう、ローレンツね、あれなのよ。なんか最上級職がいけそうだったの。だからいけるんだったらしてあげたいなと思ったんだけど、ちょっとリシテアさんと天秤にかけた時に、いっかーってなっちゃって。ね、なってたら最後使ってあげたかったんだけどね。仕方ないわよね。みんなね、この木の中に隠れて移動するっていうのがポイントだと思う、私は。大丈夫？やべえ。つえ。ちょっと HP が心配よな。その魔法の人攻撃するでしょ。あかん、19はあかん。え、やばくない？普通に。体力6、よかった。雑魚くてよかったね、この人がね。手柄一つ稼いだぞ。
壊れたわよ。呪い。ナイス。さすが仕事ができる。こいつマジ倒す。どっちでもいいね別に。はい。ラミーネちゃんっていうらしいよ今の人。へえ。興味ないよね。へえとか言って。もっと強くならねえと。あれ。あいつを倒したら沼が消えたみたいですよ。え、マジ？やったー、これ朗報じゃない？センス動きたい放題。よかった。よしよし、避けて。あ、無理か。お前には覚えておく。フィルダちゃんで。めんどくさいな。やあ！これ以上は期待しないでよね。見習わねばな。いいんじゃない、いいんじゃない。よっよっ。また女っぷりが上がったな。ただ狙われてるよね。一個下がろうか。いや、沼が消えたおかげでね、進みやすいので、ほんとありがたい。ナーツくんとツレルくん、その、兵器のとこまでとりあえず進んでほしいね。リグローもでも、もう使わない方がいいな。回数的に、そろそろ危うい感じ。まだ結構いるよ。20、7、15、20。その顔につけてる目マジ外した方がいいと思う。ダサい。うわ、こっちにさ行かせたのミスだよね、メルセデスさんをね。絶対ミス。助かるぞ。はい、あ、弓なんだこいつ。弓ならあんま怖くないかな。回復うざい。見え見えだ。悪いが止まれないんだ。え、回復から先に倒そう。あ、これクロード君無双ですよ。超無双。こっちも必死なんでね。甘いだろ。クロ敵クロ敵クロード君が上々の戦果だな。さて、あいつだけでしょう。あ、待って、ちゃんと顔がある。リーガン、お疲れリーガン。弱かったわ。まだいく。みんなある程度じゃあ近づいてもいいかな。ある程度じゃあ前進んどきましょう。一斉攻撃多分仕掛けた方がいいよね。前へ前へ。アリアンヌさん置いてかれてる。先生も加算だって。加算できる。加算？
火星今言葉おかしくない？なんていうのこの時は。え、勇者の剣なんだね、敵も持ってんの。よこせよその勇者の剣よこせよ。回復はいいかな。コボロ君で落とします。あれ待って、言えないの。フラリダナリウスってさ、聞いたことあるよ。あれで本当にあれなんだ、その十血というか。抵抗すらせてくれたが、これでようやくネメシスと同じ舞台に立てたってわけだな。こっからだ、よし。この人邪魔。狙い通りに進められているね。どうする？これネメシスにさ、兵器って使えないの？あ、これ投石機なんだ。ゼロだって信じらんないんだけど。嘘、何やっても反撃が強すぎて死んじゃうんだけど。マジ？ちょっと待ってよ、どうしたらいいのよ。じゃあダメだ、攻撃しない方がいい。ちょっと待って、クロード君たちがちょっと来てくれるの一旦待とう、待とうっていうか、おでが来るの待った方がいいと思う。下手に突撃したら死んじゃうよ。ロード君でどんなもん？うわ、全然だね。思ってたより強力じゃない？ちょっと待って、誰だと動いてないの？ゆうらちゃん、はい、動くかな向こう。あ、動かない。なるほどね、自らは来ないと。え、じゃあ待って、万全の状態にしよう。もう各自回復して、ね、ありがとうな。で、HP 大丈夫？大丈夫です、それ、はい。まあ、そんな、かな。はい。このワンターンで決めるよ。長引かせたくないから、これ多分ね、戦技なしが一番強いのよ。そうだな、向こうも同じの使ってんだもんな。クロード君次行くよ。クロード君で銀の弓はね、ちょっと論外だと思う、うん、あ、神風？あ、まあ、ダメそうね。勇者が一番削れそうだけど、命中が55という絶望的な数値、泣けるよね。なんか弱いって言われた気分悪い。うわ、
どう見たってそんなさシュッシュって避けるようなスタイルじゃないのにね、このおじいさん。うーん、2回しか当たんなかった。泣けるわね。おでおでパンチ。おでに頼りすぎ私。いや頼り私は。でもうわ、いってぇ普通にフレームはダメよそりゃそうだよね。でもありがとな。いくよ。一番強い魔法はハデス。命中50機は怖すぎるね。1か8かすぎない？だって攻撃できない。くそ、まあ、狙われるんだけど、なんで裏から近づいて、でどうしてあげよう。弓チーム、弓チームなんとかしてくんない？無理？全部ゼロなのよ。1 そんなことある？4。いいわ、読んでも与えた方がね。最低、本当に悪夢のようだわ。今度回復回復、はい、助かります。待って、どうしたらいい？ね、死んじゃうもんな一旦ターン終わるわ。うん、ふざけんな。待って、回復量ちょっと気持ち悪くないですかブチギレ。え、何なんですか？ちょっと可愛くないな。でもさ冷静になろう。そこからどいたってことは、どいたってことはよ、今がチャンスだった私思うのよ。メッチ75になってる。いける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 。クロード君、よしよしよし。厳しいな。厳しいよね。ごめん。よし、え、勝ったよ。まだ成長できる。あ、よかった。何よりもね、やっぱね、誰も死んでないっていうのが嬉しい。今のは聞いたみたいだな。終幕だ。え、行くぞ兄弟。若造が千年前に生まれたあんたからしたら誰だって若造だろう。弱き者だ。だからこそ壁を乗り越え、手を取って
心で触れ合う。生きるために。後世の歴史家たちは今日のこの日をこう呼ぶだろう。フォドラの夜明けと。任せたよ、先生。俺は。いや、素晴らしい。よかった。歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。野望に満ちた邪王ネメシスを討ち、フォドラ最大の危機は回避された。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。国家、信仰、歴史、これまでの秩序を形作っていた全てが白紙に戻り、フォドラを救った英雄たちの手によって新たな秩序が築かれようとしていた。統一されたフォドラの新たな指導者は、民族や信仰の違いを乗り越え、誰もが平等に生きる世界を実現するため、終わりの見えぬ道を皆と歩き始める。その道はフォドラのみならず、遠く大海を越えてダグザへ、あるいは喉元を越えてパルミラへ、やがて到達することを恋願って。なんかあの絵にするとクロード君の顔独特ね。クロード君だよね、さっきのやつ。呼び出して悪いな。あんたと二人きりで話したくてさ。え、恋かな。まずはご苦労さん。俺たちの長い戦いもようやく終幕だ。確かにこれからが大変だけどな。今のフォドラは生まれたての赤子同然だ。早いところ新しい統治体制を作らないと、帝国領や王国領の住人が混乱しちまう。まずは戴冠式だな。いよいよフォドラ統一王国を建てる時だ。大変な時にそばにいてやれなくて悪いが、あんたならうまくやれるさ。どういうこと？俺は故郷に帰らなきゃならない。統一王国の王様はあんたに任せる。俺に流れるフォドラの血、それはもう利用できるだけ利用した。だから俺に流れるもう半分の血、それを使って次は俺の故郷を変える。なるほどね。向こうじゃ俺も王族の端くれなんでね。この血を利用してまた足掻いてみるよ。フォドラの中と外両方を変えなきゃ見たい景色は見られない。そうだろ。あんたはレアさんが指名した後継者で、今やフォドラを救った英雄だ。神にすがるしかない弱い者たちは、レアさんに代わる心の拠り所を。戦乱ですさんだ大地にあやぐ者たちは頼るべき指導者を。そして俺は異物を排除しない、新たな価値観を描き直してくれる者を欲してる。大変な頼みだってのは分かってる。だがあんたにしかできないことだ。これを受け取ってくれるか。あんたが天帝の剣を使うのを見たとき、
俺はあんたを利用したいと考えた。新しい景色を見る。それを叶えるためにあんたの力を使ってやれと思ったんだ。だがいつしか新しい景色を見るときには横にあんたがいてほしいと思い始めた。その思いは今も変わらない。これからも。だからこそ俺は行く。けど必ず戻ってくるよ。俺があんたを手放すはずがないだろう。ありがとう。ちょっと待ってよ、非表示にしてよ。ちょっと、ここだけ見たら乙女ゲームよ。なーに、すぐに片付けるさ。ほんの少し離れるだけだ。いやでもほんの少し離れるのもしんどいものよね。じゃあちょいとひとっ走りフォドラの喉元を越えてくるよ。次に会う時はまさに世界の夜明けだ。その後って見れる？え？何これ？今までの何？今までのそういうことね。最初の方私すごいターンかかってるね。16とか。あとヒルダちゃんやっぱ仕事してるね。ヒルダちゃん仕事しすぎじゃない？こうやって見ると後半は結構ねバラバラな気がするんだよね。あ、でもそうだね、レオニーが馬乗れるようになってからは圧倒的にレオニーが活躍しすぎじゃない？ちょっと待って。あとこの辺からさ、かかってるターン数が少ないわね。ほら5655。なんだろう。でも外伝も出るんだ。そっか。初めて俺が出てきた。いや、なんかもう特定のキャラしかおらんやないかっていうね。マジ特定のキャラしかいない。イグナーツくんとかいないかな。いないね。今のところ5人よ出てきてるの。あ、待って、もうこれあれじゃん、もう無理だよ、多分いないわ。5人だ。ほら、だいたいやっぱクロードくんかレオニーか。最初のうちやっぱヒルダちゃんが無双してたけど、やっぱ後半はクロードくんだね。すっごいクロードくん待って、異常だってクロードくんしかない。いや、そうね、私はやっぱクロードくんを使いすぎたね。あ、おできたよ、おで。よかった。ということで、MVP になったキャラクターは5人でしたね。少ない。いや、違うのよ。なんかその外伝とかでもなく、ただの戦いだったら、なってたよ。他の子たちも。どういうこと？あ、戦後ほどなくしてシャミア割れ姿をその、あ、こういうのも出るんだね。冷戦冷戦やばくない？あ、でもいなくなっちゃったんだね。寂しい。え、ファンネマンさんのこと使った気がするんだけどな、一回ぐらいは。ファンネンマンのやるべきことは変わらなかった。紋章の仕組みを解明し、紋章による社会の不平等を解消する。やがて彼の研究は実を結び、魔道具の父になった。でもファンネンマンさんっぽい。あ、大修道にとどまり、聖ロス正教会の権威回復に努める。
もう今回の動画は長いですよ。それはもう仕方ないよね。でもね、あ、セイロス騎士をやめると、あ、フォドラを旅するようになる。へえ。え、レア様ってどうなったの？7000一生ってどういうことなの？あ、多大な戦果をもっと街に移り込み、そこで学校を開く。素晴らしい。生涯独身を貫いたが、多くの子供に囲まれ。あ、よかったね。でも独身なんだ、最後まで。そっか。フレイは姿を消し、確かに存在してた証拠も徐々に風化していった。え？え？25戦だってすごい。レアを守るという名分を失ったテリルは教団を去ろうとしたが、真の説得を受けて、コントローラーが、ごめんなさい、やめて、コントローラー、ちょっと確かに触ってなかった、今一切触ってなかった、いいとこだから。反応しない、ちょっともう本当に、くそ、あ、来た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 。最悪だよ。テリル君もじゃあ士官学校の学生になれたってことね。素晴らしい。家を飛び出しガルナークの修道士、よかったね。なんかそうなりたいって言ってたもんね。生涯女神と人々のために尽くしたメルセデスは後世の修道士たちの模範として、まあなんだろう、模範って感じだもんね。36戦もしてるよ。ミッテルフランク歌劇団に復帰したドロティアは、最高に、名もなき愛した人と出会い、よかったじゃん。どんな人なんだろう。55戦して16勝なの。ゴロスタール家の当主の座を譲られたローレンツは、やがて政治家という才能に目覚めると。まあ確かに政治とかなんか意外と得意そうよね。すごいわね、貴公子よ、貴公子。67戦もしてる。ホンダの木を救った英雄として領民から熱烈に迎えられた。あ、よかったね。次期領主として再教育、武器よりも言葉こそが力となるという義父の、何、なんていうの弁論家へと、98戦めっちゃ戦っとるやん。終戦後もフォドラ各地で小競り合いが続いていた。貴族の身分を捨て剣一本で身を、消息不明なんだ。でもまあ生きてはいるよね、きっとね。150戦すごいな。両親を助けて領内の復興に努めた。復興に目立ったところでコーデリア家の返上、領主と共に姿を消した。分かっていない。どうなったんだろう。100は負けてるってこと。三の紋章必要としない。浮気者を、興味持ってが父と兄を説得して画家として、ついに独自の画風を確立。よかったね。よかったよかった。
やっぱやりたいことをねやれてるっていうのが一番いいと思うからさ。249戦、やば。ジェラルトが率いていた傭兵団と合流、一番弟子として傭兵団長のさ、へえ。そんな酒飲むの？女ジェラルトとしてさ、ぽい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 わ。そうでラファエルどうなったんだろう。地元の領主に騎士として使えることさ、あ、副業として、あー手伝ってたんだ。料理人の才能まで開花させ、すごいね。だってさ、騎士やりながら料理人としてのさ才能まで開花させたわけでしょ。やばいよね。じゃあめちゃ戦っとんの自由人だよ。戦後暇を持って余していたヒルダ、趣味の装飾品作りに没頭。へえ。あ、学校設立。なんかでもちょっとヒルダちゃんっぽいよね。なんか戦いって感じじゃないもん、やっぱ彼女は。すごい戦ってんじゃん。フォドラ統一王国の初代王座につくと、うん、初代だからもうどうなんだろう。残党がいて、残党いたのまた。新パルミラ王クロ、素晴らしい。私こういうの好きなんだよ。なんかそのみんながその後どうなったかみたいな、語られないのもあるじゃない、やっぱりこういうの語っていただきたいよね、やっぱりね。
たですよ。うん。あとあれね、あれも本当は頑張るべきなのよね、もうちょっとね、みんなにその授業で教えるあれもね、私割とお任せしまくってるから、うん、まあでも次もお任せしまくるんだろうなって意外といけたからお任せでも、まあこれノーマルだからだけどね。とりあえずね、6月に出る風化雪月無双までにディミトリ編だけでも終わらせたいと思ってる。さすがに全部のルートは無理よね。2月でしょ、だって今いける子でも3、4で1ルート終わらせて5、6、微妙微妙なライン、いけなくもないし、いやちょっときついかな。でもでもこれないのかな、クロード君と幸せに過ごしましたっていう映像なりはないの。それが見たいんだけど、でも他のさルートにしたらクロード君が死ぬところを見たりしなきゃいけないってことでしょう。はあそれはしんどいよな。一番最初に一番好きだなと思う子を選んじゃったのがミスな感じはしなくもないよねうん、まあしょうがないね。うん、でも動画時間やばいですね。ふとパソコンを見て絶句した。1時間15分って書いてあるもん、どうしよう。でもさすがに最終回をさ2つに分けるのは違うかなと思うんで、ここまで見ている人いたらすごいですよ本当に申し訳ねえ。全然別の話しようかな。私今割ともう他のファイアーエンブレムに今興味がすごくて、うん、大風化雪月あとは2周は絶対するんですよ。いや本当は3周しなきゃいけないんでしょ。なんかそれは知ってるの。なんかエーデルガルトだけなんか分岐するみたいなの聞いてて、どっちも見ないとダメみたいな。まあそうですね、まあ、じゃあ3周としますよ、あと。ってなった時に、それが終わったら、まあ、無双やるんですけどね、無双終わったら他のファイアブレムやりたいね。とりあえず覚醒、イフ、なんだっけ、あと、まあ、その2つかな。なんかその辺は私みたいな下手くそな人にも優しいんでしょう。だからそれをやりたいね。今風化雪月のおかげをこんなファイアーエンブレムにはまりそうになってるのは、感謝しかない。今までだって人生29年間で大して触ってこなかったわけだからね、ファイアーエンブレム。
じゃあもうちょっと終わるまでしたら黙っとこうかな。いや違うの、黙っとこうかなとか喋ることがね、なかなかね、ないなと思って。終わった、終わってしまったよ。あ、なにこれ、なんかセーブしてさ、なんかロードしたらいいことあんのかな。なんかよくあるよね、なんか引き継ぎとかね。ちょっと分けるわ。あ、待って、一番下とかにすればよかった。なんかずっと取っときたいもんね、だってこういうのって。おお、いなかったよね。これどうなるの？クリアデータ。クリアマーク、ソティスがついているセーブデータがあると、クリア時の状態を引き継いで最初からゲームを開始できます。ほう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 。引き継ぎを行うと以下のコンボが引き継がれます。あ、なるほどね。実質メニューで、うん。え、持ってないファイアエム買った方がいいですか？え、ちょっと待って、どうしよう。ちょっとこれは、ちょっと、とりあえず今家をしとくね。なるほどね。あとなんか DLC あるらしいですよね、ストーリーね。それもちょっと、悩ましいな。なるほど。ではですね、一旦今回はこの辺で終わりまして、次回から、これ引き継いでやった方がいいのかな？ちょっとその辺は調べます。ということで次回からはディミトリ編が始まると思います。今パートなんだ？ 50 いってないぐらいかな。次もそれぐらいになるのかな？わかんないけど。またお付き合いいただけたらなと思います。ということで、終わりたいと思います。バイバイ。